今日は24年の8月31日です。はい、で今日は、ね、撮影会にします。はい、でコスプレは鈴宮春日の憂鬱の、はい、まあ、夏服です。はい、はい、できました。できました。はい、まあね、本当前ね、コスからね、うん、で以来だね。ああ、そうだね、そうだね。はい、じゃあ張り切っていきましょう。はい、えいえい、おお。はい、部屋紹介でございます。はい、一応全部ね、うん、こっち側。うん、で、まあ、まあ、早速これ見ちゃうか。いや、そうです、そうです。はい、もう毎年こうね、まあ、ね、そう、いろいろと売ってます。はいはいはい、一応マッサージみたいですね、これ、はい、あれだね、電マだね。うん、で、あとこっち側に、冷蔵庫、そう、お酒だね。まあ、お酒はまあ、まあ、まあ、これ何度もやってるからね。はい、そう、で、今回ね、あのね、ちょっとなんとね、今回ね、なんかね、初めて、うん、マッサージ機が、ね、あるんで、そうそうそう、で後でやろっか。そうだね、うん、後でやってみましょう。やりましょう、ちょっと、うん、ちょっと疲れてるしね。うん、そうね。じゃあ一応、うん、一応のあれでね。まあ、のあれだね、うんうん。まあ一応、まあ、はい、まあ、でも北海道旅行の打ち上げは次回ね。まあ、次回コスカラです。はい、ちょっとお疲れ様でした。まあまあまあね。まあ、じゃあ、うん、食べましょう。食べましょう。まあ、あの今回は別に何もないですけど、うん、別にあの期待しないでね。まあね、本当に多分期待は、まあ、ね、後半はバニーガラとかやるから、まあ、そっちの楽しみにしてくれる人もいいかもしれないけど、うん、それ以外は別に何もないです。何もない、ただのまだ普段的な。普段的なの。うまくさ、いいよ。またあの音楽流して無音の状態でもいいよ。ああ、ただ状態でもそんな感じでもそう。ちょっと大きい話があったってことで、うん、まあ、ちょっと具体的な話はね、うん、次回来たら、うん、そうか、次回は、時期が来たら、あ、次回来たら、うん、話す、うん、と、で最後にあるもの、あ、盆栽味が、ね、はい、はい、じゃじゃんめ、まあね、そう、この話はね、ちょっと 日常でも話す、すかもしれない、うんうんうん、あの、実はね、スカラの時はね、うん、そこでちょっとね、そう、ちょっとまた詳しく話しましょう。そう、ね、まあ買ってもまあこれの後継機買うぐらいでさ、うん、で、あとはね、あと GoPro ね、あ、そうね、 GoPro とこれの2台体制、あ、いや、あとスマホか、あ、そうだね、その3台体制、そう、ね、これで今後のね、ね、撮影はそう、そうなるね、うん、十分望遠レンズ使いたかったらスマホの望遠レンズ使えばいいし、そう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 、スマホだけは絶対今後も買い替えていくから、まあね、うん、生涯ね、うん、まあ、変えるとしても、あと2年先だけど、6年周期でさ、6年周期でそう、買い替えるんでね、そうそう、もしかしたら北海道旅行のね、完全版を日常で作るかもしれない、最後。ああ、いいんじゃない、ちょっと暇ができたらね、うん、だから一応データ取っとく、うん、まあ、コスしねえとかね、ああ、了解、そうか、そう、完全版、あ、1日目から3日まで、3日まで、あまあ、それを日常だ、日常で、ああ、一応で、あの3枠ぐらいでね、あ、はい、3枠ぐらいですけど、はい、半分の、うん、あ、いいじゃない、コスプレなしで、ね、うん、完全 B 面の、はいはいはい、あの完全 B 面の北海道旅行の動画を一応作る予定です、うん、まあちょっと今年は見たけどね、暇の時ね、うん、そうだね、4時までか、だから着替えとかいいじゃないですか、じゃあ2着目2着目、うん、はい、ということで2着目です。2着目はバニーガール、バニーガールですね、はい、すごくね、久しぶりですね、久々に来た、そう、来ささすがだね。そうだね、イベントとしては。イベント、そう、まあね。まあ、タクポスでもね、出してたけど、そう、こういうイベント系はささずかいな、そう、それで感じだね。はい、っていう、まあ、交代しましたね。はい。もね、昔は自分こっちやったんだけど。あ、そうね、キャラもね。キャラも、ね、そう、交代しました。したから、はい。じゃあ、しばらくちょっと飲みしてそっちやるか。そうだね。すげえな。すごいね。すげえ衣装で、ほんとに。なんかね、バニーがあるね。すごいよ。交換して、まあこれもこれ良かったね、あ、これも交換で、交換でさ、うん、なんかでも自分すごい気に入った、あ、よかったよかった、うん、すごいなんか自分もやっぱりね、なんだかんだで、ね、はい、なんかもう水パンになっちゃったね、なんかね、持って帰ろうか、あとは持って帰ろう、うん、あとあれがあるからね、あのね、あのスタバがあるからね、あ、まあスタバそうそうそうそれから、そうそうそう、だからお菓子もまあいいかも、はい、これからね、あの写真撮影モードになります、そうね、撮ります、
じゃあ最後ね、うん、対応対応いきますよ。聞かないでしょ。はい、ありがとうございます。今ね、時間がね、14時に20分で、うん、4時に37分でおしまい。そうね、そうか、うん、あと2時間ぐらいかな。うん、時間ぐらいです、うん、それやりたいね。あ、そうだね、頑張るか。あと、帰ってラーメンとか、うん、スタバもあるしさ、あとラーメンもラーメンもあるからね。ラーメン実際とね、あのね、いい場所見つけたら。おお、じゃあそこ、うん、行こう。そう、はい、でね、じゃこっち側ね、なんかマッサージのやつがあるんで、もうね、なんかちょっとね、一緒かね。はい、ね、すごいね、なんか身長も全部自動的にやってくれるんだね。あ、マジか。170、あ、結構いいかもしれない。マジか。腰のあたりがめちゃくちゃね、なんかいいね。うんなんかね、ちょっと本当にいや、なんかね、実はね、思ってたのよ、今日のさ、撮影会でさ、うん、あのマッサージ機ないかなと思ってたの。マジか。そう、それはあったんで、リンゴだった。ちょっとしばらくすいません。あ、いいよいいよいいよ。まあ、取れたかあんまないからね。うん。ああ、ちょっと腰がちょっとやばいね。腰ちょっと気持ちいいね。マジか。ちょっとやばい、ちょっとね。しかもこんな格好してるから。あ、まあね、逆に。なんかさ、そう。うん、ちょっとね。うん。そう、これ見たら、見る人が見たら、でも多分ね、動画になっちゃうね。なんかね、うん。なんかそんな顔。うん、なんか。じゃあ全自動で、うん、いきます。ああ、確かに、ああ、いいよね。ああ、ね、いいな。でしょう。なんかちょっと腰当たりが気持ちいいよね、うん、こう変な気分になっちゃうっていうか変な気分になっちゃう感じがしなくも、ちょっと衣装にちょっとねマッチしすぎたね。なんかね、うん、これがついてるのはいいな、この部屋は。そう、ね、今までここでね、実際とね、なかったんだよね、他の部屋は。そう、なん実際とこう毎年来てるとこなのよ。うん、去年が確かリゼロだったよね。ああ、そうだよね。そう、ねえ、すごくそう。まあなんかあと、もうちょいやったら、うん、確かにね、実際ここラボホなんですよ。そう、だからね、結構ね、正しい使い方してるのかもしれない。まあまあ、ね、こんな格好してね、うん、これずっとやったら眠くなっちゃうな、きっとな。時間過ぎちゃうよ、きっと。ああ、気持ちよかったでしょう、うん、はい、じゃあ一応終わり。はい、ということで今回の動画は以上になります。よかったと思ったら高評価、それとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それとコメントもよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた。